広島県。広島県は、日本の中国地方に位置する都道府県の一つ。瀬戸内海に面する。県庁所在地は、広島市。広島都市圏とビンゴ都市圏を中心に、工業、自動車産業、商業が盛ん。県庁所在地の広島市は、中国、四国地方最大の都市であり、精霊指定都市に指定されている。一方で海、山の豊富な自然にも恵まれ。 農業、漁業も盛んである。このため、日本国の縮図とも呼ばれている。旧国政に習い、大まかに、広島市を中心とする県西部を、秋、県東部で、岡山県と隣接している、福山市を中心とする県東部を、ビンゴと呼び、現在でも、方言、文化の点で一部違いを見せる、方言ついては、広島弁、ビンゴ弁を参照のこと。ただし、 近年の広島県の施策では有する都市機能と生活圏などから広島県域、県西部、ビンゴ県域、県東部、美北県域、県北東部の3つに分ける場合も多い。第二次世界大戦において世界で初めて核兵器による攻撃を受けた広島市を抱えることから国際的に知名度が高い。また、秋の宮島と 原爆ドームの二つのユネスコ世界遺産を有しており、日本国外からの観光客も多い。瀬戸内海沿岸部に向かって、中国山地と平行に、高地から低地へ、階段状の地形を形成している点が特徴で、基本的には、北、島根、鳥取県側へ行くほど海抜が高くなる。また、明けた平信部は、河川流域と川口付近のみに限られ、 海抜そのものは高くないものの山が多数連なる地勢でもある。これは沿岸部でも同様で、海岸のすぐそばまで山が迫っている場所もチしない。河口岸類と河口岸風化山ものである。マサ、マサゴが広域に分布し、氷土のもとに広がるマサドの層は、最大数十メートルの厚さに達する。しかし、そのためか土石流の危険停流、 休憩者地方会の危険箇所も多く指定箇所数は全国1位となっている。広島県内には大高和水系と豪野川水系の二大水系のほか、瀬戸内沿岸部に東から高橋川、足田川、沼田川、黒瀬川、八幡川、小瀬川などがある。大高和流域はほぼ県西部、秋に相当し、豪野川流域は県北東部、美北である。県東部、ビンゴは、 足田川、沼田川水系などとなっている。広島市や福山市など埋め立てによる平野部があるが、山勝ちの地形であり、内陸部に三次盆地や最上盆地などがある。東部には瀬ラ高原や全赤高原が広がっている。瀬戸内海には大小合わせて約140の島を有す。国土地理院地理情報によると、 広島県の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 131.62km、南北の長さは 118.79km である。また、国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると、広島県の面積は平方キロメートルである。北部の豪雪地帯は日本海側気候、それ以外の地域は、 瀬戸内海式気候に分類される。広島市などでは、雨が少ないと言われている瀬戸内の中では、雨量は多いものの、全国平均と比較すると少ない。そのため、2015年の調査によると、ため池、故障のある農業集落の数では、日本一となっている。気候は複雑で、冬は、広島市など、秋地域においては、北西の季節風の影響で曇りや雨、 雪の日も少なくなく山沿いを中心に時には積雪することもある。一方、ビンゴ地域の沿岸部では冬でも晴天日数が比較的多い。降雪量は瀬戸内海沿岸では少ないが広島県北部の中国山地の山沿いでは多くなる。また夏は沿岸の都市部や内陸の盆地などで猛暑日になる日も少なくない。一方、内陸部では 井戸の割には、冬の冷え込みは厳しく、特に、中国山地の山沿いは、北広島町の東綿原、標高七百七十四メートルで観測された摂氏八点零度、九百七十七年、昭和五十二年二月十九日を筆頭に、昭和市の高野地区の引く、摂氏六点零度、九百七十七年、昭和五十二年二月十九日など摂氏二十度以下まで、 下がることもあるほどの玄関地である。県下には十四四五軍九町があり、それらは県庁によって一つの大都市周辺地域及び七つの広域市町村県の計八つの広域行政権に区分されていた。ただし、この広域行政権は実際の都市圏の枠組みとは異なっていた。県内には広島市を中心とする広島都市圏 福山市を中心とするビンゴ都市圏が存在し、それぞれ広域行政圏や県境を越えて広がっている。なお、広域行政圏政策そのものは2009年、平成21年3月末に廃止された。以下、かつての広域行政圏ごとに市町村を記載し、人口を復帰する2015年、平成27年国勢調査人口。1963年。 昭和38年岡山県笠岡市に編入されていた白見村の旧茂平村。1889年、明治22年谷村と共に白見村設立が岡山県笠岡市より分離、福山市への編入を模索していた。旧茂平村地区は当時より地理的地区が隣接する社会的多くの住民の親戚等が福山市に居住を呼び、 福山市出身の住民が多い党により、福山市との結びつきが強い地域であった。1963年、昭和38年岡山県の日清町福浦が、強い住民運動により、兵庫県の阿古市に合併されたことに刺激を受けた、住民が大規模な合併運動を開始、以前より、幾度か、合併案はあった。当時広島県議会議員、中川博士、後、 福山市長に就任の賛同のもと、福山市議会議員数人の賛同も得た。また、白見村内で、旧茂平村地区と同じ境遇の休養の江村地区も、福山市との合併に賛同し、共同で動を始めた。その後、旧茂平村地区は、休養の江村地区と共同で、福山市に合併嘆願書を提出した。福山市に合併嘆願書が提出されると、岡山県議会、 カサオカ市議会からの反対運動が起こった。また、翌年、1964年、昭和39年岡山県の知事に、地元出身の加藤武則が就任すると、知事も合併運動に反対し、騒動は終結した。平成の大合併の際、愛媛県大地郡上島諸島の湯儀町、駅名村、岩木村、魚島村が、愛媛県より分離し、 広島県因の島市との合併を模索していた。などの理由により、四町村が広島県の因の島市との古市県合併を検討。四島のうち最も、広島県に近い池名村は、昭和30年代にも広島県への併合を模索したことがあった。しかし島だけではなく、大きな領域を失うことを恐れた落ち国や今治市の漁師が大規模な会場でも活動を行った。 また、愛媛県、落ち群も反対し決行されなかった経緯がある。生き名村は、因島までの距離が300メートルと近い。また、村営の都線が1日50往復近く運行されており、因島市のベッドタウン的な立場であった。2000年、平成12年5月ご市町村の間で、連携交流協議会を設置するも、両県市町村間での調整が難航した。 結局、愛媛県側4町村で上島町を設立、合併案は事実上凍結された。なお2012年現在、上島町は橋やフェリーなどで愛媛県に接続されておらず、車両で四国に上陸するためには、一旦広島県側を経由しなければならない状態になっている。国土交通省の平成10年及び平成14年の報告では、 広島県には崖崩れや土石流による土砂災害危険箇所が3万1987箇所あり、これは都道府県の中で最多である。2位以下は島根県2 22万2296山口県2 22万2248兵庫県2万748大分県19640和歌山県1万8487 高知県18,112、愛知県17,783となっている。危険箇所の少ない地域は、沖縄県1,032、山形県3,771、東京都3,786、青森県4,005などで全国に525,307箇所ある。上位3県は、広島、島根、山口と、 中国地方西部となっておりこれは山がちな地形であるため住宅地が山の裾野まで迫り、さらには山腹まで宅地開発されていることと花崗岩が風化したマサドによる地質の脆弱さによるものである。県名は県庁所在地である広島市に由来する。その広島の由来は五百八十九年、天正十七年からの毛利て元による広島城。 追記の際に、1591年、天正十九年命名されたものである。大江広元、毛利氏の祖以来、毛利氏は、元の、通話罪以外、広氏も意味なに使用する字の一つとしていた。毛利元成の時代には、完全に侵入した者、吉川元春、天野原定、出羽元、優などには、元を一時書き出しとして与えたが、そうでない国人衆、平賀広氏将。 麻蘇沼広州などには、明白に三家に組み入れられたと示す、元の字を避け、広氏の字を与えたとされる。この慣習は、毛利輝元にも引き継がれ、吉川広家、山内広道、増田貢献など、毛利氏、特に輝元の与える、広氏は重要な意味合いを持った。したがって、広島は、この、広氏とこの地の豪族であり、不信奉行であった、福島元町の、 島を合わせたとする説が有力である。また他に、デルタのため、広い島から来たという説もある。旧石器時代から、人々が居住していたと考えられ、広島大学、東広島市には、約2万7千年前に遡る西なが,がら遺跡がある。倉橋島、呉市倉橋町の鹿島沖から、ナウマン像の化石などが引き上げられいる。 公立古墳や石槌山古墳群などの古墳もあり、飛鳥時代後期には、ビンゴ国に寺町廃寺、三寺市などの寺院が建立された。江戸時代の藩については、ビンゴ国の福山藩、秋国の広島藩、広島神殿藩。また、ビンゴの家老浅野家の広島藩の四条見原城が置かれた。高専知事、1947年。 昭和22年タイのみを示した。これ以前の感染知事については、広島県知事一覧を参照のこと。地方債残高普通会計分と特別会計分の地方債合計2兆1265億円。広島県は1984年、昭和59年9月17日に、中華人民共和国4川省と1997年、 平成9年5月30日にアメリカ合衆国ハワイ州と友好提携を締結し交流を行っている。また大韓民国継承南道との交流も行われている。江戸期にはたたら製鉄による日本有数の鉄の産出地であり、近代には日本陸軍、海軍の主要拠点が置かれた広島県は呉の海軍交渉を はじめ多くの軍事施設が置かれ、戦後もそれらに携わった技術者、職人らによって技術が継承され、ものづくりが盛んである。自動車産業、造船、そして後に加わった鉄工業を中心に、瀬戸内工業地域の中核として発展。1994年、平成6年までは工業出荷額で中四国、九州の西日本17県でトップを維持したが、 バブル景気の崩壊でこうした重工調産業は大きく影響を受け、3社の自動車メーカーの工場などを誘致した服を可見に製造品出荷額等で抜かれた。しかし2004年平成16年頃の景気の回復及び中国特需でこれらの業種は空前の好景気を記録2004年平成16年の製造業出荷額は 6.3%増の7兆4153億円。製造品出荷額等は5.7%増の計21兆7468億円と、10年ぶりに福岡県を抜き関西より西でトップに返り咲いた。また重厚調産業に返調した反省から、半導体製造の LP ラメモリや日東電工など、 IT デジタル関連機器メーカーを積極的に誘致し、対応を図っている。明治以降、広島市に大本営が置かれてから、今日までの広島市を中心としたエリアのドラスティックな歴史が、同じく明治以降の日本の歴史とシンクロされるため、近年経済史でよく特集を組まれている。県東部の貧乏地方は、常石造船に代表される造船業、 昭和30年代に立地した JFE スチール、西日本製鉄所福山地区を中心とした、鉄工業、シャープ福山工場などの IC、半導体産業、古くからの地場産業である、繊維産業が集積している。他府県に拠点を移した企業、広島県警察本部の管轄にあり、以下の28警察署が置かれている。すでに退職した世代から、 段階の世代にかけて、日教組系教職員の組織力が強かった。部落解放同盟広島県連と連携するなど、競争原理よりも平等に重きが置かれていた、例、総合選抜制の入試が。しかしその是正を掲げて、文部科学省から教育庁が順次派遣され、上位達式の変革がなされた、2007年、平成19年4月から二十数年ぶりに、 生え抜きの教育長が就任した。2005年度入試から全県で学区の壁がなくなり、受験競争が激化している。小学校では、100マス計算に象徴されるように、基礎基本の定着が一層図られるようになった。小学5年生と中学2年生において、共通学力テストが実施され、その結果は、各学校ホームページで公開されている。なお、被爆として、 平和教育が盛んであった関係で、式典における国旗形容、国家聖書の取り扱いについて、現場に意見の差が残る。処分の適否が司法の場に預けられているところである。中学などで学校選択制が始まるとともに、公立中高一貫校が複数スタートした。競争原理が予算面にまで影響するようであれば、納税者の理解が得られるかどうかが未知数である。 広島県内の方言は中国方言に分類されるが県の東西で違いがある。県の施設に関しては文頭にを入れている。便宜上1000人以上収容施設を記載している。詳細は広島県を舞台とした作品一覧を参照。原爆関係については広島原爆をテーマとした作品も参照のこと。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。